皆さん、こんにちは。宮原裕二です。現在は、ガンバ大阪のトップのコーチを、やっています。そして今、福岡で、サッカースクールも、1年前から、開校してやらせてもらってます。で、その代表も、務めてます。よろしくお願いします。で、今日は僕だけじゃちょっとグダグダになるので、名アシスタントを手伝ってもらいます。みきちゃん、お願いします。はい、森田美希です。よろしくお願いします。お願いします。私は、ピッチレポーターを、スカパーだったりとかダゾーンだったりのピッチレポーターを、20年ぐらいしておりまして、いろんな皆さんといろいろ取材をさせていただいておりまして、今日は楽しみにしております。よろしくお願いいたします。お願いします。で、この、企画というか、はい。なんでこれを始めたかっていうのは、やっぱり今、はい、コロナの影響で J リーグ再開がまだ決まってない中、やっぱりサッカーで笑顔にしたいっていう思いで、ずっといて、で、何かできないかなっていう、僕が考えてる中で、今日も出てもらうんですけど、キヨさんから、はい、お前こういうのやれやと。懐かしくみんなとも話したいし、今家にいるんだったらこういうことできるだろうと、はい、っていうので、先輩から言われたんで、よしやろうと。いいですね。でまた再開した時に、ね、いろんな人がこれを見てもらって、やっぱり J リーグ見に行きたいなとか、子供たちにやっぱサッカーさせたいなとか、はい、やっぱスポーツ体を動かすのいいなとか、やっぱ仲間っていいなって思ってもらうために、何かこれをきっかけにしてくれるとありがたいので、そういう思いを込めて始めました。いやいや、嬉しいですね。はい。早速、僕とみきちゃんしゃべってもしょうがないので、お三方に出てもらいます。お願いします。はい、お願いします。手慣れとかなんで、3人とも。お、こんにちは。こんにちは。こんにちは。お願いします。お願いします。お願いします。懐かしい。先輩からいきます？後輩からいきます？先輩方を毎日接する。先輩は工藤清和です。あ、そうね。白髪増えた？いや、だいぶ黒く戻ったあ、戻った。だいぶ戻った。苦したから。今は群馬のザスパー草津群馬でヘッドコーチをやってる工藤です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今はどんな状況ですか、清さんは？何して過ごしてますか？今は家で過ごしてますよ、毎日。はい。練習とかは？なるべく自粛して、はい、マスク。ランニング朝やって、ちょっとマスク焼けしてないかなっていう、こう。いや、もう全然ちょっと、ひげが濃いんで、大丈夫ですね。あ、ひげだった、ごめんごめん。じゃあ、まこさん、お願いします。はい、こんにちは。じゃあ、お待ちしています。田中誠です。撮ったでしょ？いや、さっき言われたよ。言われた。言ったんだ。今は、ジュビロ磐田で、強化のスカウトをやってます。なので、大学、高校を見ながら、選手を見ながら、スカウトをしていくっていう仕事をしてるんですけど、今は、ちょっとね、コロナの影響で、都内は特に、都内にいるんですけど、活動休止のところが多いんで、選手を見に来てない状況で、家でビデオを見たりとか、でもほとんど J リーグとかね、見切っちゃってるんで、なかなか難しいんですけど、なんとか過ごしております。はい、はい。ちなみに何キロ太ったんですか？でもね、太ったのは、1、2キロをこうアップダウンしながらっていう、もともと顔に出やすいからね。でも工藤君太ると思うけど、現役時代になるとすぐ太っちゃうからね、顔は。ね、でも、ちょっとずつ中年太りになってきましたよ。ありがとうございます。お願いします。じゃあ、久さんお願いします。はい、久中です。今、鹿児島で、自分で育成の年代のクラブチームを作って、指導、頑張ってます。はい。現在は、コロナウイルスの影響で、鹿児島の方はそんなに感染者も、多くなく、
緊急事態宣言のところも、まあ、解除されそうな地域なので、学校の方も木曜日かな、先週の木曜日からスタートして、活動の方も徐々にやってきてます。まあいろんなところで子どもたちに与える影響っていうのが大きいなっていうのも感じてます。はい。ありがとうございます。はい。これ僕最初なんです。一発目なんですよ。で、まあ、キヨさんからこれをやれっていう命令が来たんで、一生懸命やろうと思うんですけど、あんまり固くもなくっていうか、メンバーが固くないので多分大丈夫と思うんですけど。なので。誰でも固くねえじゃん。いやいや、一応メンバーで、今日も固いよ。いやー、でも。全部年下やったらもうめちゃくちゃやけど。MC がさ、グラサンかけてるからさ。いやいやいや、確かに。なんか本当だ。MC っぽいの出したいじゃないですか。え、タモさん？そう言われるだろうと思ったけど、いじられてないですよ。え、逆に今言われるのそれ。ちょっと今びっくりした。で、MC っぽいの出さないとね。うん、なんで、キヨさん、大体なんでこれをやってっていう感じ？やってっていうか、やろうぜみたいな。やろうぜみたいな。俺一人で寂しいしさ、みんな今何やってるのかなと思ったりとか。まあ、マコがね、やってたじゃん、ジュビロの。あー。OB、服と。服のやつね。ね、そう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 。ああいうの見てて、まあ、アビスパでもそういうのできればいいかなと思って。